夢の星のボタンローズは、1985年10月19日から1986年4月26日まで、テレビ朝日系列で放送されていた、テレビアニメである、朝日放送とサンリオの共同制作。放送枠は、毎週土曜19時19時30分、全26話。サンリオ初のテレビアニメーションであり、サンリオのキャラクターボタンローズを主人公としたアニメ。 サンリオの公式設定では、ボタンノーズの本名はトリシュだが、アニメの中では、トリシュではなく、ボタンノーズである。映像自体は1983年に、すでに完成していたが、実際に、テレビ放送されたのは、それから2年後となった。カリトン島星のフックランド王国の王家の血を引く、ボタンノーズは、イチゴ研究所で暮らす8歳の少女。ある日彼女は、なりゆきで、 カリトン島西を訪れた際に、オジダ国王のファスナー公爵に王位を継承させられる。こうして、フックランド王国の国王,王となったボタンノーズは、フックランドで愉快な日々を送ることになる。同時ネット局はすべてテレビ朝日系列フルネット局。放送日時は個別に出展が掲示されているものを、除き、1986年2月中旬から3月上旬、時点のものとする。 ありがとうございます。